まままだだ強くすするるこことでできるから言ってね、ま、だ2番んいい<先> <laughs> はいははい、はにち三ございます今回もね結構いい反応でね 言われてるんですけども、あの録音した時のブツブツ音がするのがどうしてもきついので、ね、あの私の音声で伝えていこうかなと思っています。今ここね、大殿筋の付け根ですよね、えー。股関節のね、一番疲れが溜まりやすい場所、本当に痛がっててね、いい、あのされてるんですけれども、あのブツブツうるさいのでね、私のやつでね、声でやっていきます。ここはね、やっぱりね、えっと、ゴルフとかテニスとか、まあ、え、野球とか、腰をひねったりとかする作業をされる人、なんかにね、やっぱりね、ここはね。 固くななりやすすい場所なんですね。あとね運転する方立ち仕事の方座り仕事の方もやっぱりここの場所はね皆さん硬くなられますでここの場所が硬くなると腰痛とか膝痛なんかに効果的ですねで今指で押さえていってますよねここもね、しっかり緩めてあげるとい、ね、うは、ほら痛そうなんだけどもよく効いてるんですギャーって言ってます言ってますけどね <laughs> とにかくねこの場所がねやっぱりね人間の体の場所には、えー、腰痛とかにはとてもよく効く場所ですで初め、ね 1>, 1回目のモンズ生態を受けられる方はねどうしてもこういう,うなんで痛がられるんですけれども続けて2回目3回目っていう風うに、まあ、2週間後から1ヶ月後ぐらいに。 えー、定期的に続けていか、えー、体に施術を受けてねもん絶生されるようになると痛くないんですよ本当にで当店ね続けてこられる方ね2回目3回目でね痛か初回が痛すぎるんだけどもそれを痛すぎて越えられた後でも来られるようになるとあの全然痛がられないんです本当なんですよで今ね前け骨筋っていう場所を押さえてますでここの場所を押さえるとねだいぶとね足の疲れとかにもなったりとかしますからね、えー あの足私もね前頸骨筋とかね疲れる人がなのでね、えー、どうしてもね硬くなっちゃいますからねでこれがね門前整体横をやって、ま、前側も触ってで、えー、内側抗筋も触ってみたいな感じなんですけどこれがマックス2に、ね、変わると、えー、大腿直筋も触るようになるんですよねで大体直筋をしっかり触ってあげるとやっぱり体もしっかり緩んでくれる。 で外側後筋も緩めてあげるとかなり体が緩んでくれるっていうことが分かってきましたので、まあ、お前の研究不足なんじゃないかって言われるかもしれませんけど、まあその通りです。ただそれをやるようになったら、はじめはね外側後筋とっても痛いんですけれども、あの慣れてこられるとね痛いんだけど痛くなくなってくるんですよ。だから全部の筋肉が緩むので。 足の疲れとか、えっと、なんていうの足のだるさ腰痛とかそれがね劇的にもねまだまだいろんな、ね、施術の方法とかね腸腰筋を緩めたりとかいろいろなテクニックはありますけれどもとりあえず門絶整体でやってるのはこれ。 であの内側抗菌今ね内側抗菌を、ね、緩めてるんですけどもここをしっかり緩めてあげることとあと外側抗菌をしっかり緩めてあげること。えー、この動画をねあの何 えー、マッサージでいや働かれている方とかねあの参考になるんだったらね是非ねあの私の技術をあの使ってみてください日本全国にこの技術が広まってね皆さんがね楽になっていただくことが私にとっては素晴らしいことだと思ってますからあの当店の店はね痛がられる人に来られますから大丈夫です。 でそれでね、この脇をしっかり緩めてあげる。うわ痛そう。の脇のところっていうのをしっかり緩めてあげるとねあのね五十、まあ、型四十型とかにもよく効いてくれますしあとねあの脇のねリンパ液が流れてる場所なんですけどもそこの場所をしっかり緩めてあげることによって腕のしびれとか腕のだるさあと肩こりなんかにも効果的な場所でございます。 でここをねあのやっぱり痛がられたりとか嫌がられたりとかする方も多いんですけれども私も押されるの苦手サ人先生に押されてるんですけれどもとっても苦手なんですがここをやっといてもらわないとね緩まないんですであとこの大胸筋の場所ですよねこの大胸筋の場所も、ね、しっかりと、ね、緩めてあげるとね本当にね肩こりなんかにね効果的ですで大胸筋の場所ってねここってねあの肩こりの 筋,交筋といいまして、えー、反対側の筋肉なんですねなので肩が凝ってる人はこの、えー、大胸筋の場所を自分でも、ね、緩めてててあげてみてください、まあ、分かってる方とかであればねもう自分でねマッサージ棒とかでね抑えられたりとかされてる方って結構ねあの当店に来られる方には聞きますから自分でも抑えてるんだけどもなかなか取れなくって先生はまたこっち行きましたみたいな、ね。 でまたねこの横側の、ね、痛いやつが始まりますこうやってね回転させてあげると、まあ、痛そうほら手が痛そうただね痛いんだけれどもここをするとなかなか取れない膝痛腰痛とかいはやっぱり効果的なんですよ、ね。痛そうめっちゃ叫んでます叫んでるけどねブツブツ音が入っちゃってるから申し訳ない ね、私の音声で楽しんでいただければいいんですけど痛そうな顔をねあの魚にしてもらってね私の音声も決してね見ていただければいいんじゃないかなと思ってますからねほ当にここ痛いんです痛い,痛い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 って言われてます。で痛いいいとと、ね、やっぱりり手がああいう風に、ね、動いてきたりとかあの逃げよう とね、するんですよね。でもそれがねなかなかできないって「来たんだからせっかくだから」っつってね「私は痛くない」って思いながら来られるんですけれども実際受けてみたら痛かったみたいなね「よくありませんかラーメンとか食べに行って辛いけど私は絶対食べれる」って思ってね「ペヤングの極激辛とかね買ってみたけれども全然食べられなかったみたいな「あんな感じですよねどんな感じだよお前それ」って。 思われるかもしれませんがまあそんな感じでねここの場所をしっかり見ていきます。でやっぱりねなかなかねこの場所が硬くなってしまう人って結構多いんですよね腰痛とか膝痛とかねあの本当にねそこによく効きます。 ややっぱりり疲れが溜ますすいポイントなんですよねで大きい関節の内側外側ですからどうしても、ね、ここが硬くなってしまいますから、ね、ここをしっかり本当に、ま、何回もお伝えしてますけれどもゴルフボールとかテニスボールとかを置いて自分で押さえてあげるとやっぱり効果的に効いてくれますからこれね1か所やってる場所ね5分か10分ぐらい自分でもやるようにするとあの本当に効果的です。でここ そこを自分でグと押さえてあげるあとはストレッチポールなんかでもいいですから緩める方法でねここを押さえてあげるとねなかなか乗りにくい、えーね、そのボールの上に置いてこう自分で押さえにくいんですけれどもそれをやってあげると効果的であと前からねこの前の部分の付け根っていうのはねとっても効果的なんですよね。ここだけ受けに来る方がね遠方から来られます。 この前もね100分受けられた方がおられてほとんどはね股関節の周りの、えーね、疲れを取ってほしいっていう方で来られるんですけどもやっぱりね足の疲れとかだるさの場所にはねやっぱりここがね効果的なんですよねで見てるだけでもねもうね8分ぐらい、まあ、ここのね動画使ってますけどもやっぱりね硬いんですよほら痛そうな人だもんだ皆さんね疲れが溜まってるだからここを私ねしっかりね緩めるようにしてます でここを緩めるようになったのってね昔のねうちのお店に来ていただいていた方が「先生お尻のそ,その利条筋の場所をぐいぐいやって取ってくれ」っつって「なかなかそれが取れないんだ」みたいな感じで言われてたのでそれをするようになったっていうのが始まりなんですね。でそれが、えー、このねも絶生態凶悪な悶絶生態になってきたわけですから、えー、ね今こうその方に感謝です。 なので、まあ、それをすると、まあ、背中がこうやって緩みますよっていう風うな感じですで今からまた、ね、背中の方を触っていきますみたいな、ね、感じで今回、ね、この時はちょっと寒かったのであの足元とかねかけたりとかしてねで背中を押さえていったらほら楽でしょうっていう風な感じでやっぱりね足元を緩めてあげると人間の体の70%の筋肉が足 についてるんですねやっぱそれを緩めてあげると全身の特に上半身も緩んでくれますまあこうそんな感じでね、えー、上半身の感じはねこれあの肩甲骨のこれとかねこの辺はねすごくよく凝ってるんですけどもまあ、こんな感じでね今回はね終わりにしようかなと思っておりますがここの肩甲骨も気持ちいいですからまあそこのまま常にもうちょっと言っときますか <laughs>、えー、肩甲骨の場所ってねやっぱりここなんですよね、えー、関西でいう顕微器っていう場所ですよね 剣引きまああの剣が引っ張るでそこを。 ビンと弾いてくれたらあの緩むよっていう場所なんですけどもこの場所はねあの皆さんガチガチですでここをやってほしいから来る方も結構多いんですよねなのでねここを見てるともう先生そこだっていうふうな方も思うかもしれませんやっぱりね今ね,ねスマホとか使う人が多いですしマウス使う人が多いですからここがカチカチになられてる人多いですねで足をねまあもん絶体体60分受けられたらその後ね、えー、30分 足元とかね腰,腰回り触るんですけどもその後にねここをしっかり緩めていくとねやっぱり効果的なんですよねでここをしっかり緩んでくれるとあの肩こりとか頭痛とか背中の痛みとか、えーね、首のこりなんかも取れてくれたりとかしますから、まあ、そんな感じでねやっていってますよっていう風な感じですじゃあね今度はねまたね背中編とかでねもん絶整体解説していきますので今回はここまでご視聴ありがとうございましたまたねバイバイ